中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。プシュー。まずは先週フェブラリーステークスなんですけれども、私が推奨した馬テイエムサーズナンは2着でした。わーい、惜しかった。今回もこの調子でいきたいと思います。ということで今週は G2 中山記念が行われます。 G1 大阪杯の前哨戦とも言われるこのレース、私中村への注目馬こちらでございます。ダダン、3番ガロアクリークです。なぜガロアクリークかと言いますと、ダン、ダブルハッピーバースデーということで、実は私中村愛今日2月25日誕生日なんです。イエーイ、ありがとうございます。34歳になりました。ということで誕生日つながりの馬探してみたところ、このガロアクリーク、レース当日の2月27日がなんと誕生日なんです。すごくないですか。しかも騎乗する騎手、田辺博信騎手も2月生まれ。そんでもって今回2枠という、これも偶然というか運命なんじゃないでしょうか。ハッピーバースデートゥーミー、ぜひ信じてみてください。そしてもちろん成績も見ていきましょう。こちらです、ガロアクリーク最近4戦の中山芝の成績なんですけれども、一昨年同じ舞台の G2 スプリングステークスを優勝してから全部3着以内に入ってるんです。前走からおよそ8ヶ月ぶりの実戦とはなりますが、この成績は侮れないと思っております。ということでまとめると、ダン、バースデー勝利を中山で躍動して掴んでしまいましょう。3番ガロアクリークに注目です。おめでとう。馬と未来とのコンテンツ馬コラボ、高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位内の組み合わせだったのは35レースでした。その中でも日曜日に行われた小倉7レースでは、1番人気、8番人気、3番人気で決着したレースを見事的中。3連単の配当はなんと3万円を超えました。的中された方おめでとうございます。今週は中山記念のコラボ指数をブログ内で無料公開。また馬コラボは馬と未来と協力コラボを組んで、コラボ指数以外にも気になるコンテンツを展開中。詳しくは馬コラボ、そして馬と未来とで検索してみてください。以上、中村愛の馬コラボでした。